お疲れ様です。ご心配いただいてありがとうございます。なんとかっていうか全然っていうか、まあ大丈夫です。ジャンクスタイルです。九州大雨だったんですよね。あの週明けからね。結構ニュースとかにもなってたし、なんだろう、公共交通機関がかなり止まってたり、もう計画運休みたいな感じでね。最初から運休することが決まってたりなんかしたんですけど、そんな言うほどじゃなかったよね。どうです？あの九州の皆さん。こっちはね、曇り時々ドカ降りみたいな感じで、もうなんか降る時はなんかすごいバケツをひっくり返したように激しかったんですけど、まあなんとか大丈夫っす。基地の方もね、あの雨漏り基地もなんとかね、大丈夫かなっていう感じですね。で、一転してもうね、あの雨の心配がなくなった途端ですよ。熱中症アラート、皆さんどうです？あの全国的にそうなのかな。めちゃくちゃ暑くて、今日自分の部屋の温度計見たらさ、帰ってみたら38度とかなってたからね。ほんと激しい激しい。で、今ガンガン冷房、まあエアコンね、かけてるんですけど、ちょっとね、あの風が強くてっていうか、オートにしてるからさ、暑いからね、雑音等々入るかもしれないですけど、ごめんなさいね。風の音が多分かなり入ってると思うんですけど、暑いもんだってたまんないですね、ほんと。まあ僕は仕事がね、内勤っていうか、部屋の中でするような仕事なんですけど、外で働いてる方々、これ見てらっしゃる方も、外だったり、あの、なんか外に近いようなね、工場とかで働いてる、工場っていうかね、作業場で働いてらっしゃる方も多いかと思うんですけど、あと、車の運転される方ね。暑いよね、ほんとお疲れ様です。ほんとお疲れ様です。通勤だけでもね、暑くてもうほんと参ったってなるぐらいなのに、大変だよねみんな、ほんと。で、あれでしょ、僕のこんな動画見てるんでしょ、ありがとうね、ほんとみんなありがとう、大好き。で、今日なんですけど、バースデー、入荷になりまして、日曜日入荷の地域にはもちろん日曜日に入ってるように、何売ってるんだ、それ以外の東北、以北、東北、北海道とか、中国、四国、九州は、まあ、火曜日から木曜日の間のいつかなんですけど、やっと入りまして、先週がモンスタートラック入らなかったんで、今週入ったみたいですね。で、チームトランスポート、入ったところが少ないのかな？入ったところあった？なんかその辺も教えてくださいね。なんか聞いたことない、聞いてないんですけど、モントラの2パックも入ってないっぽい。ああ、先週分はモンスタートラック、通常のモンスタートラックですね。あとは先週発売のワイスピとスライドストリート2とエキゾチックエンビーのポルシェなんかが入ってたと思うんですけど、これ、買ってきました。僕もバースデー行きまして。別に朝から行ってない。あ、で、変なんですよね。そうそう。あの、入荷が変で、ワイスピとスライドストリート2が変な入り方してて、なんだっけ、スライドストリート2が Z と S14 だけとかね、と YSP はランクルが2台で、なんか全部数えてないけど、多分5台あるけど、なんか全部コンプできないみたいなね。だからカーカルチャーも買えなかったらバスでいいやとか言うのがちょっとできない。なんかこんな入り方したらね、買えないもんね。入るか入らないかわからないっていうね。その辺を教えてくださいね。僕も朝から行ってないんで、昼に行ったんで、今日はね。ちゃんと入荷なってたのかどうかわかんないんですけど、でも話聞く感じ、他の人の話も聞く感じ、変な入り方して、まあ入荷数がね。ですね。だから、まんべんなく5種類とかじゃなくて、ランクルが2台とかね、入ってるんです。で、モンスタートラック、買ってきました。トゥースクール、ごめん。これもう1台しか買ってなかったんで、あの箱買いしたやつしかなかったんですよね。で、今回で言えば、そう、僕が動画で向いてたのが、こう、4種類か。あれ？これ6しかないね。あと、スポンジボブとかですね。とかって何？とかってちゃんと言えて、あと、スポンジボブとなんだっけな。出てこない。なんです。だから、この、4車種が、今回、初登場カラーになるのか。なので、4つ買おうかなと思ったんです。全部残ってたんでね。でも、まあ、4つ買うとね、もう、高いでしょ、今。高いでしょ、今。979円。もう、だいたい1000円。だいたい、もう、約1000円。4つ買うと4000円だから、プラス4000円はちょっときついなと思って、
とりあえずもう一個だけにしました。すいませんすいません、はい、骨恐竜だけにしちゃった。そうだよねって。まああとはなんだ、トゥクトゥクとあのなんだっけ、これキャンピングカーのめっちゃ光るやつね、ブラックライトで。あれも迷ったけどさ、ちょっともうきついなと思って、ちょっとあのベーシックカー今週発売なんですけど、その後また行ってあったら買うかもね。お小遣いも入るんでそうなんで、まあその後ですね、今買うとベーシックカーに注力できないというか集中できないって思って、来週は発売がないというかトミカぐらいなんで、トミカも50周年え100周年か、宝トミーのなんで、まあまあいいかなみたいなね、まあまあいいかな。なのでちょっとね、今現時点でこの週のこのタイミングで4000円出すっていうのがちょっと辛かったんです。なのでこれとこれにしましたね。あとスライドストリート2とワイスピに関しては、まあ、特に増車してないっすね今回。 GR カローラがあったらもしかしたら追加してたかもしれないですけど、あこれも光りますね話が飛ぶ。そうあのなかったんでね、先ほど申し上げたように Z と S14 だけだった。 Z も良かったけど2台いるかって言われたらねえ、1台あれば十分っていうか、1台で楽しめるっていうか、なんでまあいっかみたいなね、置いてきました。でエキゾチックエンビーのポルシェに関しては、私発売日にあの買うの忘れてたっていうか、すっかり忘れてたんですよね。で予約もしてなくてっていうのが、ポルシェだってこれなんだっけ、ヴィンテージレーシングだ、ヴィンテージレーシング、ドンキホーテ限定で出たやつね、これ買ってたし、これもね、あのバースデー限定で出たポルシェのアソート同じものやし、なんかもう続けて買っちゃってるからさ、予約してなかったんです。予約してなかったというか、まあ、エキゾチックエンビーだからどうせ残るでしょみたいなね、ダダ余りっていうイメージがあるんで。で、そうそう、僕こんなのも持ってた。え、いつのだこれ、わからんけど結構前のやつ、ドアスラマーズだったっけな、だと思うんですけど、あと去年かな、こんな感じの、全く同じような感じのやつも出てるんですけど、それは見つからなかった今ポルシェ勉強しようと思っていろんなところに散らばったポルシェをかき集めてるんでね、こんな風に出せるんですけど、偉いでしょ。そうそう、でまあね、たくさんあるからいいかなと思ったけどさ、封筒アマゾン、そうアマゾンのポイントがあったのよ。じゃあアマゾンで買えるやんっていうかもらえるやんみたいなね、よくよく考えたら、結構僕はアマゾンで買うからポイントすぐ溜まっちゃう系ですね。ってことでこれを買いました。イゾチックエンビのポルシェ71、ポルシェ911ですね。なんかもう予約もね完売してたんですよ。エキゾチックエンビでこれだけ完売早かったんじゃないかな。で発売延期になっちゃったんで、どうかなと思ったけど、やっぱり発売日のっていうか、だいたい土曜日発売じゃないですか、の次の週の月曜日とか火曜日見たらだいたい復活してるね。あのキャンセルとかも出てるだろうし、まあ予約できなかった場合はあの翌週のね月曜日とか火曜日とか見てみるのがいいでしょうね。僕は今週入って見てみたら予約じゃないや普通に販売が復活してたんで買ったんですけど、880円でしたね。ちょっと高いなぁと思ってたらポイントがあったんでね、もらえるじゃんってっていうか、本当はそのポイントで7月27日あのホットイールなんかも大量に出るんですけど、これも出るんですよね。めちゃくちゃ欲しくて、これがアフロのバービーは超久しぶりだし、売ってるとこ見たことないんで、もう欲しい。なんだろう、私ソウルミュージックとか好きでさ、 R&B とかねあとジャズも好きなんですけど、まあこういったちょっと黒人っていう言い方は大丈夫なのかな、今でも大丈夫、黒人の女性のバービー
人形っていうのを集めてるんですよね。でしばらく出なかったんですけど、最近バタバタっとまた出始めて、予約しようかなどうしようかなと思って悩んでたらっていうか、ポイントがあるしなとか思ってたけど、それでこれ買っちゃったからポイント足りなくなっちゃった、どうしようかな、27日いっぱいホットイールなんかも出るなみたいなね、はい、でこれ買ってきました。買ってきたんじゃないね、届きました。で封筒に入ってたけど大丈夫そうだね、全然カード曲がってるけど、まあこれ店頭で買ったのこれぐらい曲がってるもんな、ちょっとクイ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 。でエキゾチックエンビー、そうだ、おさらいするとこんな感じで、これだけ買ったのか、僕 BMW M1 プロかだけ買ったんですよね。あとは、まあ、残ってるしいつでも買えるかな。レベントのロードスター買えばよかったな。ちょっと今安くなってる？もしかして。確かね、アストンマーチンの V12 とか、マクラーレン F1 とか600円台まで今なってると思うんですよね、アマゾンとかでも。まあ、買おうと思えば買えるでしょう。あ、で、そうだ、これね、この間聞かれたんですけど、チェイスありますか？みたいな感じで聞かれたけど、あれ、どんな感じだったか忘れたけど、ないっすね、ないっす。日本では入ってこないんですよね。あ、そうだ、これ、また言うとさ、他のチャンネルをいじめてるとか言われるかもしれないですけど、やっぱ触れた方がいいよね。もうなんか言わないでおこうかなと思ったけど、これじゃないけど、カーカルチャーの、まあ、新しいやつが出るんですけど、リークでね、出てるんですけど、僕はリーク情報は扱わないんで、紹介もしてないんですけど、そちらで、まあ、チェイスがあるんですよね。プリンススカイライン GT ですかね。で、まあ、チェイスって大体黒なんですよね。この、カーカルチャー系の。ワイスピはないからね。ワイスピはカーカルチャーじゃないからね。ワイスピはワイスピのアソートなんで。で、チェイスが変えればいいなとかっておっしゃってる方がいらっしゃって、どんだけ敬語を気使ってんの。入らないから。で、視聴者さんっていうかコメントもなんか、僕は買ったことありませんとか、まあ、買ったことないよね。入らないからね。日本に。とか、なんだっけな、なんか目の前でもう取られちゃったとかいう方もいらっしゃったんですけど、本当疑うわけじゃないけど、でチェイスが入ったことかつてあったんですよ。ドラッグストリップデーモンズかが、あれはね単品販売じゃなくてアソートで入ったんですよね、ドンキホーテに。なのでチェイス黒もねあったんですよね。黒じゃなかったね、あれ焦げ茶色だったね、あの時。で僕もね、持ってるのは持ってるんですよ、チェイス。メルセデス・ベンツ 500E の、これ何のやつだっけ忘れちゃった。あ、キャニオン・ウォーリアーズだ。そうそう、通常が白じゃない、シルバーで、これ、黒ね、持ってるんですけど、これはいただき物で、いただき物いただいちゃって、まあ、代理店シールがないんですけど、並行輸入品ですね。だから海外から取り寄せるっていうか、海外から取り寄せてるお店とか、まあ、並行輸入品とか扱ってるお店でしか手に入らないっていうね、個人で、そういうのをされてらっしゃるところもあるとは思うんですけど、なかなかね、なかなか。だから、基本的には入らないです。これのチェイスっていうのは日本には入ってこないんです。売ってないんです。狙ってもね、買えたらいいなとか思ってても買えないんです。なんだっけな、まあその投稿者さんが言われるにはスーパートレジャーハントよりも低い確率っていう表現をされてらっしゃったと思うんですけど、低い確率だどころか確率ゼロだからねまあわかんない、そのアソートがもしかしたらアソート入荷するかもしれないですけど、まあおそらく単品販売で入ってくるはずなんで、無理だからね、ないから。だからさ、なんだろう、もう飽きるほど情報をね、見てる方らしいんですけど、その辺のね、情報の精査っていうのをちゃんとやんないと、っていうか、こんなの豆知識でも何でもなくて、ほとんどの方がご存知なんですよね。もう日本は単品販売だから、これはもうチェイス入らないよっていうのは、周知の事実なんですよね。日本では難しいよっていうのは。で、バースデー、そうだ、バースデー限定のこれの時の、ボルシェのアソートの時、チェイスあったんですけど、あれはちょっと違うしね、カーカルチャーじゃないし、アソート入荷だったんで、入ってたんですね。入らないかなと思ったけど、入ったね。よかったね。で特に最近、モンスタートラックとか、マッチボックスなんかでも、チェイス入らないんですよね、全然。だから、チェイスが入らない地域
ていうのがあるらしいんですよ。それに日本がなっちゃった可能性っていうのが高いよなっていうのが僕らの見解なのにね。なんだろうな、いや一応言っとかないとね、言っとかないと、そう別にいじったりとかいじめたりとかしたいわけじゃないんですけど、貶めたいとかね、そんな感じじゃないんですけど、もしあのそれ見て勘違いされる方がいらっしゃったらいけないなと思って、うん、まあ 100% 僕の情報が正しいわけじゃないけど、その辺に関してはもうそういったもんじゃないかなと。で今度のやつもう欲しいっていう方はもう動いてるからね。だからさっきのベンツくれた変態さんもくれたのに変態さんとか言ってるからね、変態コレクターさんももう動いてますからね。実際多分他の方も動いてらっしゃるんじゃないですかね。海外でリーク情報出た瞬間に動き始めるっていうね。だからまあ変えたらいいなーとかいうレベルじゃないんですよ。ないんですよ皆さんね。だからまあ僕の知り合いの変態さんも含めていろんな変態がね動いてるんで動いてるんで、まああまりね間違った情報っていうのは一応ね公の場なんで、 YouTube っていうのもねあんまりやんない方がいいよ、自信ないなら触れない方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。というわけでこれ話が脱線しましたが、これ開けようか、せっかく買ったんで。ジャンクスタイル、今回のエキゾチックエンビーだとやっぱこれとさっきの BMW のなんだっけ M1 かな、プロカーが人気だったと思うんですけど、これ発売延期になっちゃって、いつだ、2ヶ月ぐらい延期になったのかな、どういった理由なのかはわかんないですけど、よいしょ。おー、おーっていうか、ああ、めっちゃ擦れてんな、ルーフが。僕の擦れてますね。あ、これ、そうだ、これだけ、これ3つある中で、これだけが、プラシャージだから、うーんって思ったけど、ここ、鉢巻き分っていうか、タンポあったんで、よかったなと思ったら、これにもあるね。同じじゃん。大きさも同じですね。あとそうだ、お友達に言われた、あ、ここもなんかゴミついてる。巻き込んでる。イラストにはこうエンブレムっていうか、あるのに、ポルシェのね。ない、ないやん、ないやんって。ほんとだ、ないね。はい。あとは、まあ、でもこれがあるからいいかなとか思ったけど、これもかっこいいね、黄色で。71って書いてある。あと、タンポの感じなんかは、どれとも違う。やっぱ色はこれはいいっすね。なんかミニカーっぽいけど、それがまたいいけど。これちょっと、どうだ、うん、かっこいいね、でも。かっこいいけど、ちょっとおもちゃ感があるかな。このホイールってなんか見たことない？昔々フェラーリが出てた頃ホットイールで、もうこんな、あ、色だけか、こんな形じゃなかったもんね。色はこんな感じのホイールありましたよね、フェラーリ。フェラーリっていうかフェラーリ系のね、やつで。来年かはどうなるんでしょうね。本当にあれかな、メイチョンからマテルに版権が戻るんですかね。メイチョンってマイストとかのね、グループからマテルに戻るっていうか、待ってる、ホットイールからフェラーリが出るっていう噂ですけど、どうなのかな、ちょっとリーク情報なんで扱わない。あ、で、シャーシは、ツヤありの黒で塗ってありますね。これもね、なんだろう、下が、シャーシが黒だったらめっちゃかっこよかったんですけどね。ほら。シャーシだけ変える？もったいないね。互換性はあるんかな。たまにありますよね。プラシャーシのやつを鉄に変えたくて、入れ替えようと思ったらなんか合わなかったとかね。分解して合体させようと思ったら合わなかったっていうパターンもありますもんね。あ、これとこれ、ホイール一緒なんか。これは一緒やな、ホイールね。色が違うだけで。へぇ。うん。バリエーションの一つとしていいんじゃないですかね。なんだろう。これ何カラーっていうの？わかんないけど。黒と赤のラインの担保でいいっすね。ぬらっとした感じがいいよね。僕のちょっと巻き込んでるけど、ゴミみたいな。やっぱ店頭で選ばないとこういうの掴むよね。
あとはまあ今まで出てたのとそんな大差ないかな。担保のなんかあれが違うとか、あれがとか。でもこれだけだね、ポルシェのエンブレムがないのが。残念ね、ほんとね。なんかこれ持ってたらこっちでいいような気がしてきたね。どうすかね、今回のわざわざ買う。まあ、テントだとちょっと余ってたのかな。なんか予約はすぐ終わっちゃったんで、人気かなと思ったんで、まあ人気は人気だったと思うんですけど、どうでしょうね。どうでしょうね。うん、あこの鉢巻きっていうか、ウィンドウに、鉢巻きじゃないね。ウィンドウに田んぼがあるのはいいよなと思いました。これとこれ似てるね、なんかね。でもほんと、71同士だし。ジャンクスタイル。じゃあ周回遅れでバースデーに入ったんでね、モンスタードラッグが買ってきたよっていうのと、バースデーに入ったらエキゾチックエンビーのポルシェ買い忘れてたんで買おうかなと思ってたら、アマゾンのポイントがあったから買っちゃったっていう話です、ただ単に。まあ、いろんなおしゃべりが過ぎました。申し訳ないです。気を悪くされる方がいらっしゃったら申し訳ないですけど、僕は事実を言ってるだけだからね。その、煽ってもないし、いじってもない。まあいいや。まあ、いろいろ言われる方いらっしゃいますけどね。そこまで僕は、他のチャンネルのことを意識もしてないし、見てもねえし。ごめんごめん。いや、もう高飛車な感じじゃないし、別にあれだけど、自分のことは手一杯だからね。ぶっちゃけね。だってあれだよ、ロメオさんの動画だって見たのにさ、今日全然見れたら40分があるんでしょ？ちょっと見たいのに、見たいけど、とりあえず自分の動画仕上げなきゃな、みたいなさ、そんな感じなんで、いちいち見てられないっすよ。構ってあげない。まあ、お友達のチャンネルはね、できるだけ見るようにね、してるんですけど、ホットイルに限らずですね。なかなかね、リアルタイムでは難しいですね。だから本当、皆さん僕のチャンネル見てもらって、動画見てもらってね、ありがとうございますね。時間がない中、お忙しい中、本当ありがとう。疲れてるのにね。本当大好き。今日何回言った？じゃあ各 SNS、X、Instagram やっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録。できたらお願いいたします。あと高評価もね、ついでに押しておいてください。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。